Visitors, I Hiroshi Hayashi have been visited by aliens whom you may call gas three times before November the 28th 2016 and two times more on December the 8th and December the 16th 2016 all here mentioned

日日月曜日私、林宏はそれまでに3回エイリアンの訪問を受けた。私たちが神々と呼ぶエイリアンの訪問を受けた。そしてそれは12月8日木曜日、12月16日金曜日と続いた。以下、事実のみを書く。林宏。 ハママ・シティ・ジャパン。第1回目のコンタクト。事実。事実のみを書く。作り話と思う人はそう思えばよい。作り話である。が、本当の話と思う人はそう思えばよい。本当の話である。私も現在69歳。 今更嘘をついて何になる何の得があるこの年齢になると分かること。時間イコール命。嘘をついて自分の命を汚したくない。時間を無駄にしたくない。仮に嘘をつこうとしても、その何倍もの力でブレーキが働く。 命の無駄と。実際にはできない。69歳というのはそういう年齢。だからこう宣言する。事実のみを書くと。3層で。第1回目のコンタクト。2016年の9月26日。月曜日の早朝。 いつもの早朝どうということのないただの早朝深夜劇場その前夜私とワイフは深夜映画を見た浜松市の北にある劇場でである。映画の名前と内容は今どうしても思い出せない当時は毎週のように映画館へ 足を運んでいた。ボケ防止になるかどうかは知らないが、少なくとも私たち夫婦はそう考えて、えつまりボケ防止になると思い映画館へ足を運んでいた。その後、山荘に戻った。劇場から山荘までは車で20分から30分ほど。山荘に着いたのは午後、 十一ごろだったと思う。帰り道、細かい霧雨が降っていた。霧吹きで吹いたような細かい雨だった。雨ね、と記憶のどこかでワイフがそう言ったのを覚えている。間を置いてワイパーが左右に揺れていた。で、山荘に着くといつもの就民儀式を繰り返した。 パジャマに着替え、歯を磨いた。そのまま床についた。山荘では、いつも同じように、同じことしかしない。同じことをして床につく。9月26日。その翌朝、9月26日のこと。私は、激しい雨の音で目が覚めた。それまでにも、 ほとんど聞いたことがない大雨だった大雨の音だったザーッと途切れることなくまるで竹で編んだ広い板の上に豆つぼをぶつけるような音だったバレ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 ザーバレバレバラバラバラザーッとバリバリと表現しても それほど間違っていないと思う。その音が目を覚ますと同時に寝室の北側の窓から飛び込んできた。あるいはその音で目が覚めたのかもしれない。ともかくもものすごい音だった。目を覚ますと同時に私は窓の方を見た。雨の音、頭を乗せた枕の位置からは 窓までは2メートルも離れていない雨が降り込んでは困ると私は思った障子型障子戸がくわり型閉まっていたその向こうに雨戸の一部が見えたが瞬間クーラーが作る冷気のような爽やかな風を感じたさーっとそれでいて優しい風こんな大雨の日でも 山の中の風は爽やかなのだなぁと、幸い雨が降り込んでいる様子はなかった。これは後で分かったことだが、その時の時刻は午前4時15分から30分の間だった。私はいつもそうするように、やがて済むパソコンとスマホを手元に引き寄せた。スマホで一度、テザリング、つまり、 電波中継をする。パソコンには Wi-Fi 機能はあるが、直接インターネットにつなぐことはできない。ともかくも、そうしてパソコンをインターネットにつないだ。で、その時、こう思ったのを覚えている。こんな大雨の日でも、インターネットはつながるんだ、と。日課、山荘は周囲を山々に囲まれ、 その一つの中腹あたりにある。時々というより、よくインターネットに、が、インターネットがつながらないことがある。特に夕方から夜にかけてはつながりにくい。祭日になるともっとつながりにくい。上下の速度が極端に遅くなる。電波が混雑するため、他に 山荘の雨戸を締め切った状態の時や雨の日はつながりにくい。が、その朝はすんなりとつながった。あれと思った。その時はそう思った。私はいつものようにメールを開き、続いて YouTube のマイページを開いた。あちこちを眺めた後、最後にコメント欄を見た。 返事を書いた。それがいつもの日課。私の習慣になっている。バラバラ。で、その間も激しい雨の音が続いていた。激しい雨の音だった。普通の雨の音ではない。バラバラバラ、ザー、バラ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 、ザー、バラ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 、ザーと。

寒暖なく続く。続いていた。水源地。私はふと水源地のことが心配になった。山荘の水源地は 1km ほど離れた山の中にある。その山の中腹から水を取っている。激しい雨が降ると砂利が流れ込む。水源地はすぐ詰まる。 水源地は大丈夫かなと。続いて雨どいが心配になった。いつもだと、つまり雨が降ると雨どいから雨水があふれ、それがバシャバシャと下に落ちる。雨どいは枯れ葉で詰まっている。が、その時はそのバシャバシャという音が聞こえなかった。この大雨で詰まっているのが治ったのかなと。 私はそのままパソコンのキーボードを叩き続けたゴーともかくも私はそういう状態でコメントやメールの返事を書いた繰り返すがその間も簡単なく雨は降り続いていたザーッバラ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 バ 稀に聞く大粒の雨だった。雨というより、私は豆粒を連想していた。が、そのような音を聞いたことがなかったわけではない。台風などによる集中的な豪雨の時など、そういう時も同じような雨の音を耳にする。が、そんな雨は何年に一度あるかないか。 私は今は季節の変わり目と思い直した。雨の音を心の外で聞きながらこう思ったのを覚えている。それにしても激しい雨だなぁと。一度ワイフの方を見た。ワイフは体を少し曲げ眠っていた。眠っているように見えた。布団を腰までかけお尻は 私の方を向いていてたこんなうるさい音の中でよく眠ることができるなぁと。いつもだとパソコンのキーボードを叩く音だけでワイフは目を覚ます。今「今でやがて起き上がった。これも私の朝の習慣。起きて隣の居間に移った。 寝室は八畳の和室。隣の居間も畳の和室。十畳。間はふすまで仕切られている。その居間に移った。これも私の朝の習慣。その時時刻は午前5時を過ぎていたと思う。はっきりと覚えていない。その頃、居間へ移った。こたつの上に パソコンとスマホを置き、こう思った。ビデオ日誌でも出そうと。ビデオ日誌。私は時々ビデオ日誌を作り、それを YouTube にアップロードしている。多くは随筆的なもの。時には動画の解説版のようなもの。私は毎日動画を発表している。その解説版。 あるいは日々雑多の日記的なものでその時もそう思ったビデオで日記を出そうと普段は原稿なしでカメラに向かい思いついたままを話すマイク私は床の間が背景になるようにビデオカメラの位置をセットした材質を動かしたがその時私は マイクを自宅に忘れてきたのに気がついた。マイクがないとうまく話せない。というよりカメラについているマイクでは音がキンキンと響いてしまう。周りの音を必要以上に拾ってしまう。それにこの大雨。私はビデオ日誌、つまり動画を作るのを諦めた。いつもだったら ビデオカメラに向かって雑多なことを話す。そのままパソコンで編集して YouTube にアップロードする。が、それはできない。で、私は代わりに原稿を書くことにした。市内の自宅に戻った時、その原稿を読んで録音する。アップロードする。よし、今日のビデオ日誌は英語版で行こうと。 その間も中断することなく大雨の音が聞こえていたバリ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 ザーバリ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 ザーバリ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 ザーとビデオ日誌で私は座椅子を元の位置に戻しこたつも戻したその座椅子に座り原稿を書き始めた一度 南側の縁側を見た。縁側は南側。雨戸は1枚分だけ開いていた。が、雨が降り込んでいる様子はなかった。ほっとした。なお、その時の原稿は後で自宅に帰り、ビデオ日誌として発表した。2016年9月26日付の YouTube がそれ。そのビデオ日誌を聞いてほしい。その 日誌は英語だが、今日は激しい雨の音で目が覚めたという出だしで始まっている。それがその時の雨。で、そういう状態で私は午前6時過ぎ、少し過ぎまで原稿を書き続けた。後でワイフに聞くと、6時5分頃だったと言った。その時、ワイフが起きてきて、襖の戸を すーっと開けて、こう言った。おはよう、と。瞬間、私はその言葉を跳ね返すような大声でこう言った。すごい雨だったなぁ、と。すっとんきょうな大きな声だったと思う。ワイフは上から下を見ながら、そうい、そうい、ワイフを下から見上げながらそう言った。すごい、 雨だったなぁと。が、ワイフは冷めた声で座椅子に座っている私に上から視線を落としてこう言った。どこかぼんやりとした声だった。雨雨なんか降らなかったわよと。乾いたコンクリート。途端私の心の中が空っぽになってしまった。私が 何かを答える間もなく、ワイフはそのままトイレ。すかさず私は立ち上がり、背中側にある障子戸を開けた。外を見た。雨は降っていなかった。また、窓の下は浄化層になっていて、コンクリートが張ってある。乾いてはいなかったが、しかし雨が降ったという形跡はどこにもなかった。私はそのコンクリートを 上から眺めながらこう思った。今でもはっきりと覚えている。たった30分で雨が乾くということがあるのだろうかと。30分という数字だけが強く印象に残った。その時はっきりと私はそう思った。言い換えるとその30分前まで私は雨の音を 聞いていたことになる。つまり逆算すると午前5時30分頃まであの大雨の音を聞いていたことになる。目を覚ましたのが午前4時15分から30分の間。雨が止んだと思ったのが午前,午後あ午前5時30分。1時間余りも私はその大雨の音を聞いていたことになる。が ワイフはこう言った。雨雨なんか降らなかったわよ、と。口論。その後、私とワイフは少し言い合いになった。本当にお前はあの雨の音を聞いてないのか雨なんか降らなかったわよ。嘘を言ってるんだろう。あなたこそう嘘を言ってるんでしょう、と。ワイフはこと、音に関しては、 大変神経質な女性である。夜中でも些細な物音一つでもあれば、それで目を覚ます。言わんや私が出す物音でも目を覚ましてしまう。だからいつも私が枕元でパソコンを叩き始めると同時に目を覚ます。それも私たち夫婦の習慣になっている。そのようにして私たちは その日の一日を始める。が、ワイフはこう言った。雨雨なんか降らなかったわよ、と。こうも言った。あなたがキーボードをパチパチ叩いている音はしたけれど、雨の音なんか聞こえなかったわよ、と。が、その言葉がさらに私を混乱させた。 キーボードを叩いている音が聞こえた聞こえたわよ。と。そんなはずはない。あの雨、あの雨の音の中でパソコンをパチパチ叩く音など聞こえるはずがない。またまた言い,い争いになってしまった。が、ワイフはこういうケースの場合、嘘をつく女性ではない。頑固、一徹、クソ真面目、融通が利かない。 記憶。で、それからは集中的にその雨の話になった。正しくは雨の音の話になった。が、記憶というのはおかしなもの。特に音についての記憶はおかしなもの。見たとか物理的につかんだとかいう記憶はそれなりに脳に刻まれる。が、音についてはそうではない。 あワイフがあまりにも強硬に雨は降らなかった音はしなかったあなたは夢を見たのよなどと言い続けると心の中で迷いが生じてくるそうだったのかな思い過ごしだったのかなとその迷いが記憶錯誤を引き起こす相手のいいように言うように自分の記憶を 書き換えてしまう。が、その都度私は強く言い返した。僕はちゃんと聞いた。夢ではない。思い過ごしてはない。と。確かに、それは、ものすごい音だった。確認。で、それから、一時間くらい経った頃、私は、朝風呂を浴びると、散歩に出かけた。 その時のこと、私は玄関を出ると真っ先に庭の砂利石を見た。体をかがめ指で砂利石をどけてみた。砂利石の下を掘ってみた。下の地面は黒くどこか湿っていた。が、砂利石そのものは白く乾いていた。続いて山道に出た。山道は コンクリートで舗装してある。が、そのコンクリートの舗装は白く乾いていた。その瞬間、頭の中がさらに混乱した。わけがわからなくなった。乾いた山道をポカンとした状態で歩き続けた。大雨が降った形跡はどこにもなかった。小さな 小川が流れていたが、その小川はいつも、いつもの小川だった。水たまりらしきものはどこにもなかった。道路沿いの雑草も皆乾いていた。謎の迷路。繰り返す。パソコンのキーボードを叩く音は聞こえたとワイフは言う。つまり、ワイフは目を覚ましていた。が、 あの雨の音は聞こえなかったという。あの雨の音の中ではパソコンのキーボードを叩く音など聞こえるはずはない。つまりあの雨の音はただの音ではない。となると雨の音は私にだけ聞こえていた。霊的なものが私の思考回路には霊、つまり スピリチュアル的なものはない。否定はしないが、その思考回路がない。何事につけ、私は理屈っぽい。で、あれこれ考えた。で、私はやがてふとこう思った。何らかの形で、あの雨の音は、私の脳に直接送られてきたものではないかと。例えば、 テレパシーのようなものではないかと。が、瞬間、そう思っただけ。本気で、そう考えたわけではない。あとは、謎の迷路。繰り返し、繰り返し、同じことを考えた。何度も、何度も、同じことを考えた。あの、雨の音は、何だったのか、と。幻聴脳みそが狂い始めた途端、言いようのない。 不安と恐怖が私を襲った。エイリアン実は私はかなり早い段階でエイリアンの仕業ではないかと疑い始めていた。とても人間技には思えない、思えなかったがそれを口にすることはなかった。いくら私のワイフでもその言葉を使えば 私の脳みそを疑ったに違いない。が、しばらくすると、ワイフの方から先にその言葉を口にした。いつだったかは忘れたが、その日の午後になる頃だったと思う。それまで私とワイフは同じ話を何十回、何百回と繰り返した。私は興奮が入り混じったパニック状態だった。 エイリアンの仕業じゃないと。ワイフはいつも口癖のようにこう言っていた。いつかあなたのところにエイリアンがやってくるわよ、と。どうしてあそこまで謎を解いてしまったらエイリアンだって黙っていないわよ。あのね、エイリアンは僕なんか相手にしてないよ。そうはいかないわよ。だいたい 僕の居場所など知るはずがないと。謎解き。神々の謎解きを始めたのが2012年の8月1日。その日のことはしっかりと覚えている。が、その時はこう思った。神々の謎を解くといっても300年はかかるだろうな。あるいはもっとかかるかもしれないと。 途方もない大海原に、たった一人でボートに乗り、こぎ出したような気分だった。が、それだけではなかった。案の定、こぎ出してみると、すかさず、抗議の嵐、避難中傷デマ。2チャンネルでも、スレッドが何本も立ち、ボロクサに叩かれた。それまでは、毎月3回から5回の教育講演会をこなしていたが、 それも激減。翌々年の2014年にはゼロになった。私にとって良いことは何もなかった。ありえない。が、そんなことはありえない。私はただの人間、平凡な人間。仮にエイリアンの仕業であるとしても、私のような人間など相手にするはずはない。この浜松市だけでも、 人口80万人。80万人だぞ。おびただしい数の人が住んでいる。そんな中で私という個人をエイリアンが狙い撃ちしてくるはずがない。が、ひょっとしたらエイリアンが絡んでいるかもしれない。二つの相反した言葉が繰り返し現れてはその都度消えた。そんなはずはない。 エイリアンの仕業かもしれないと。私は確かに激しい雨の音を聞いた。普通の音ではない。ものすごい音だった。バリ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 、バリ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 ザー、バリ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 ザーと聞こえるほどものすごい音だった。近くに扇風機など音を出すものはなかった。 そのことを何度も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 その日が終わるまで心の中で確認したこれが第一回目のコンタクト2016年9月26日に起きたことですでは今日はこれで失礼します Bye. 二2回目のコンタクト。浜松市の自宅で。第2回目のコンタクトは10月28日だった。私の誕生日だった。第2回目は浜松市内の自宅で。その日の朝も同じような激しい雨で目を覚ました。というより、その朝は雨を それほど意識していいたわけではない雨の音で目が覚めたわけではない目を覚ましたら激しい雨の音が飛び込んできたという感じだったその日の雨は前回のあの9月26日の雨とは違っていた9月26日の雨はザーッバリ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 ザーッというふうに 連続性をもってつながっていた。抑揚がなかった。それに、簡単なく雨の音が続いていた。一方、第二回目、つまり、10月28日の雨は違った。ザーザーバリ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 ーザーザザザザザザと。 大波が岸壁に打ち寄せるかのように抑揚感があった。そんな降り方だった。ただ、雨の音の質感は同じだった。壁や道路をバラ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 と大雨の粒が叩きつけるような音だった。それがやはり何十も重なって耳に飛び込んできた。で、その時も 真っ先に考えたことは山荘の水源地のことだった。心配だった。こんなところでこんな大雨だったらさぞかしい山の中ではと。山の水では苦労している。私はその音を聞きながら同時に換気用の小窓を見合った。雨が降り込んでいる様子はなかった。で、その後私はいつもの 習慣を始めた。スマホとパソコンに電源を入れ、パソコンをインターネットにつないだ。メールを読み、返事を書いた。時刻は、その時は、はっきりと覚えている。午前7時。朝寝坊。その間も、あの大雨の音は聞こえていた。ザザザザザーザザザザザーザザザザーザザザザザーと。 激しい音だった。私はひどい大振りだなと何度かそう思った。道路に叩きつけているのだろうか。家の壁に叩きつけているのだろうかと。午前7時というのは私たち夫婦にとっては珍しい。あまり経験がない。大抵午前6時前後には布団から起き出る。その朝、 朝寝坊をしたという感じだった。その時のこと、私のワイフの方が布団の中から出て、体を起こし、部屋から出て行くのが見えた。その後、部屋の肥戸を開け、寝室から出て行った。何もこんな土砂降りの時に行かなくても、もう少し小ぶりになってから行けばいいのに、と私は思った。傘を差していくのだろうか、とも。 寝室のある胸と今や台所がある部屋は駐車場を挟んで別胸になっている。間は6メートルから7メートル離れている。大粒の雨。今も書いたが寝室のある離れの胸と母屋は別胸になっている。その間は6メートルから7メートル。野外。 ワイフの背中が人の向こうに消えたとき、私は濡れなければいいがと心配した。がそこまで、私はまたメールや書き込みに返事を書き始めた。で、ワイフが寝室を出てから約15分、午前7時15分ごろ、それくらいだったと思う。雨は相変わらず降り続いていた。まるで大太鼓に無数の 豆粒を当てるような音だったバラ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 と他の音ではない間違いなく大粒の雨の音だったがいつまでも寝ているわけにはいかない私は起きることにした起き上がった傘はあるだろうかとまたふと思った傘はなかった 目で傘を探した後スマホとパソコンを胸に抱えた雨に濡れないようにと片腕,片腕で胸を胸で包んだ体を前にかがめた空は曇り空もう一方の手でドアを開けたその瞬間まで私は雨の中を ダッシュするつもりでいた。ドアのノップに手をかけた。頭を少し落とし、腰をかがめた。ドアを開けると同時に、間髪を入れず、外へ飛び出した。が、行天数歩走って行天曇り空だったが、その幾く筋にもなった雲の間に、青い空が見えていた。 途端足が止まった。腰から下の力が抜けていくのを覚えた。下半身がふにゃふにゃになった。そんな感じがした。途端私は気力を振り絞り、こう叫んだ。あっこーあっこーと、声は震えていた。それを聞いてワイフが、 おもやの方から飛び出してきた。私はワイフの方に歩き出したあのな雨が降っていると思ったけど青い空が見えるとするとワイフは危険そうな顔をしながらまたこう言った雨雨なんか降ってないわよとそうなんだよ 降っていない。降っていないわよ。あの大雨の音は聞こえなかったのかだから雨なんか降ってないわよ、と。換気扇。私は一度、おむやに入り、台所に座った。が、腰が椅子につく前に、寝室に走り戻った。 寝室には小窓があり、その前に小さな扇風機が置いてある。直径が7から10センチの小さな扇風機。換気専用にそこに置いてある。その扇風機の音を聞き間違えたのではないかと。が、扇風機の音は小さく、耳を1メートルほどまで近づけて、やっと音が聞こえる程度だった。 しかも音の質が全く違う。扇風機はブーンという回転音。私は何が何だか訳がわからなくなってしまった。混乱状態になった。そこにある現実がもやもやとしてきた。今に戻るとその様子を見てワイフがこう言った。 本当に音が聞こえたのね、と。どうしてだって、あなたの慌てふためく様子、普通じゃなかったもの、と。実は、9月26日の時もそうだった。ワイフは、私の話に対して、口では、あなたを信じているわ、と言いながらも、どこか半信半疑のところがあった。 ようだつまり心のどこかで私を疑っている様子がそれとなく分かったが私の様子を見てこう言ったあなたの言ってることを信ずるわと現聴第2回目の10月28日は違ったその後ワイフはこう言った この前と同じね、と。そう。その時初めて、つまり、ワイフにそう言われて初めて、私の頭の中で、9月26日と10月28日がつながった。私は確かに、9月26日も、10月28日も、大雨の音を聞いた。決して、幻聴だとか、 空耳ではない。自分の脳みそには自信がある。そういう点では私の脳みそは健常である。まとも、その私が確かに聞いた。と同時に背筋に何か得体の知られないものがスーッと走るのを覚えた。ワイフがまたこう言った。 私にはあなたがパソコンのキーを叩いている音は聞こえていたけれど、雨の音は聞こえなかったわ、と。9月26日の時と同じ会話が繰り返された。キーの音。もし本物の雨の音なら、その音に書き消されて、 パソコンのキーを叩く音など、ワイフには聞こえるはずがない。が、ワイフには私がパソコンのキーボードを叩く音は聞こえたが、雨の音は聞こえなかったという。これはどういうことなのか私の頭の中は、ちょうど電気がショートするかのように、雑多な思いが現れては消えた。 自分の脳みそを信じられなくなるというのは恐怖以外の何者でもない混乱状態になった考えがまとまらなかったで私は何度もその後ワイフにこう言った僕は確かに雨の音を聞いたと信ずる 結婚して45年になるけど、僕の脳みそが狂っていないことはお前もよく知っているはずだよね。決して幻覚や幻聴を見たり聞いたりするような人間ではないよ。その僕は確かに雨の音を聞いた。それも普通の雨ではない。猛烈な雨の音だった。バリバリという音に近い音だった。 本当に聞いた。お前に疑われると。でも、自信がなくなってしまうと。が、その時、ワイフはこう言った。あなたがそこまで言うんだから、雨の音は聞こえていたと思うわ。でも、私には何も聞こえなかった。あなたがパソコンのキーボードを叩く音は聞こえたけど、 それ以外に私には何も聞こえなかったわと。エイリアン私とワイフは第1回目の9月26日の事件の後、内々ではエイリアンの仕業ではないかと疑い始めていた。このことは前にも書いた。で 9月26日の後、しばらくしてからのこと、エイリアンの仕業なら、エイリアンの仕業でもよい。が、迷いはあった。何のためどうして私はただの人間このことも前に書いた。同じ疑問が頭の中でくるくると回り始めた。回っては、 そのまま空回りした。が、理由がわからない。わかるはずもない。エイリアンの仕業と思っても確証はない。証拠がない。だいたいエイリアンなる存在が私のようなちっぽけな人間など相手にするはずはがない。相手にしても仕方ない。相手にしてもらえたと思うことは ある意味で嬉しいというより楽しいことかもしれないが同時にそれと同じくらいの割合でそれは怖いことでもある期待と恐怖それが同時に心の中に現れては消えたもやもやと現れて現れては消えた不思議な体験私 9月26日のことだけどね。僕は朝方体がほてるように扱ったのを覚えている。時刻は午前2時から3時頃だったと思う。ワイフ、その話は聞いたわ。私、その時のことなんだけど、僕は眠っていた。暑いから布団をはいだ。でも、 しばらくするとまた寒くなって今度は布団をかぶった。ワイフ。私も暑かったわ。私、だろうワイフ。てん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 。前回その話をした時にはワイフはこう説明した。季節の変わり目には突然暑くなったり寒くなったりするものよ、と。で、その時は 私もそれで納得した。が、私はこう言った。あの時のことなんだけど、僕ね、眠っているはずなのに、自分の体が赤く、ぼんやりと赤く光っているのが分かった、と。が、これはあくまでも私がそう思っただけ。私の気のせい、特に深い意味はない。 この話と雨の話は関係ないと思う。心配。もちろん最悪の場合も考えた。殺されるかもしれないと。が、それも消去法で考えればありえない。私をもし殺すつもりなら簡単にできる。エリアのことだから そんなまだるっこい方法は取らない。さっと来て、さっと殺して、そのまま立ち去る。殺し方はいくらでもある。就民中に突然死する人はいくらでもいる。そういった方法で人間を殺すこともできる。が、本気でそんなことを考えて、考えていたわけではない。他方でその都度そんなことは ありえないと打ち消した。つまり、エイリアンの来訪など元からしてありえないと。林博士のようなちっぽけな人間など相手にしても仕方ない。10月28日が10月28日の朝以後は思いが少し変わった。もやもやとしていた。 霧が晴れたような気分だった。同時にこうも思った思い、思った。第1回目は山荘。第2回目は自宅。距離は30キロ近く離れている。が、2回目は浜松市内の自宅。自宅までやってきた。もう逃げ場はないと。というのも内心では 自宅まではやってこないだろうと思っていたがやってきた見つかってしまったそんな感じだったすごいテクノロジーだねとワイフに言うとワイフはこう言ったあなたの頭の中には何か信号機のようなものがあるのよと冗談とも本気とも言えないような返事だった同じ会話を 何度も何度も繰り返した同じ話が続いた顔を合わせるたびに続いた私もそのたびに何度も同じことを最初から考えたどうして浜松市内の支宅が分かったのだろうあなたの頭の中には信号機のようなものがあるからよと音の記憶 同じ記憶でも音に関する記憶は少し気を緩めるとどんどんと消えていく。私は懸命にその記憶を脳に留めようとした。確かに雨の音を聞いた。間違いない。あれは空耳ではない。夢でもないと。が、10月28日以後は私の行動に 大きな変化が起きた。その第一が準備。心の準備を始めた。第一回目は9月26日月曜日。第二回目は10月28日水曜日。私の誕生日。こうして日付を並べてみると、第三回目は11月28日の 月曜日ということになる。11月28日の月曜日。そう。11月28日。その日には何かがある。メッセージ。アンドレア・デル・ベロッキオ。11月で入って間もなくのこと。 私はアンドレア・デル・ベロッキオの書いたセント・ジェロームの写真を何枚か焼いてきた A4 台の写真にしたそのうちの1枚を3層の風呂の窓に貼り付けたその下に白い紙を貼りこう書いた28日いらっしゃいと英語で書いた November the 28th ウェルカム・ホームと。そしてその周りをクリスマスツリーで使う細かい電飾ライトで飾った。アンドレア・デル・ベロッキオのセント・ジェロームの写真にしたのは私はそれが1500年後のイエス・キリストの自画像であると判断しているから。私のところに来るとしたらベロッキオの 流れをベロッキョのセント・ジェロームの流れを組むエイリアンでしかないがこれはあくまでも私の直感キリストところで別バージョンの人間史の動画を作るようになりすでに5年目に入ったその過程の中でエイリアンの存在を強く感じるようになった 求めてそうなったというより、結果としてそうなった。と同時に、最初はバラバラだった神々、つまりエイリアンの姿が固まってきた。より輪郭がはっきりとしてきた。特にあのルネッサンスという時代を支配していたエイリアンの姿がはっきりとしてきた。で、私はいつしか1500年後のイエスという言葉を 使うようになった。もう少し厳密には、私たちがイエスという時のイエスは、替え玉のイエス。キリストというのは、そのイエスを裏で操っていた上位のエイリアン。替え玉と本物、合わせてイエス、キリスト。これも求めてそうなったというより、結果としてそうなった。 と同時にこう感じるようになった。キリストは今でもそこにいると。同じ音、もし第1回目のコンタクトだけで終わってしまっていたら、私はそのまま、つまり曖昧なまま、あの朝のことは忘れてしまっていたかもしれない。あれは私の幻聴に。 よるものではないといくら自分にそう言い聞かせてもその力はそれほど強くない思う思わないのレベルの話でそのまま終わってしまっていたかもしれないが第2回目のコンタクトがあってからは心の持ち方が大きく変わったワイフが私を信じてくれたのが大きな支えとなった 時々無理に私を信じているふりをしているのではないかと疑ってみたことはあるがそのうちワイフも本気になってきた私の行動が変わってきたのを見た順に並べてみる準備第2回目のコンタクトの後、私は手持ちのデジタルカメラを全て 今の床に並べた。全部で4台から5台あったビデオカメラも2台あったどれも満充電にし初期化した SD カードを挿入した SD カードの中にはあちこちの旅行先で撮った写真が入っているのもあった大切といえば大切な写真だったそれを片っ端から初期化したつまり SD カードを空にした。続いて、充電バッテリー,バッテリーを2本、3本と買い足した。1万ミリアンペアの充電バッテリーが1個あれば、計算上では、ビデオカメラでは4回から5回分充電できる。結局、1万ミリアンペアの充電バッテリーを4個、3 5 0 0ンペ、ah、アの充電バッテリーを1個、 ビデオカメラとデジタルカメラの予備バッテリーをそれぞれ1個買い足したそれに 500GB のポータブルハードディスクさらに 32GB の SD, バ SD カードを数枚結構な出費になった他に目覚まし時計も用意したこれはワイフが戸,戸棚から探して出してくれた近所の電気屋さんで バッテリーを交換すると動き出した。私は本気だった。そういう私の姿を見て、どうやら、つまり、やっとワイフも本気になったようだ。メガネ。加えて、メガネも新調した。普段使っているのは老眼用のメガネ。禁止用のメガネもあるが、絵の部分が柔らかく使い勝手が良くない。 トークがよく見えない。それで新調することにした。そういう私の姿を見て、ワイフはこう言った。本気ねえ、と。本気だよ、と私。事実、私は本気だった。決め手となったのは、先にも書いたように、ワイフには雨の音が聞こえなかった、というあの言葉。あなたがパソコンのキーボードを 叩く音は聞こえていたけれど、雨の音は聞こえなかった、と。つまり、ワイフは私がパソコンのキーボードを叩く音だけが聞こえていた、と。あの大雨の音の中では、私が叩くキーボードの音など聞こえるはずはない。が、ワイフはその音は聞こえていた、と。ワイフは少なくとも 眠っていなかった。つまり、雨の音は私にだけしか聞こえなかった。その音は、私は、その音を私は確かに聞いた。確かに大雨の音を聞いた。何度も書いているように、それはものすごい音だった。が、その音は、ワイフには聞こえなかった。不安。 がどこかに一末の不安があったのは事実物的,が物的な証拠がないだけに最後の最後の部分で不安になる99.99% 99といっても残りの0.01%があるその0.01%が膨らんでくる11月28日にまたやってくるだろうかと それにもう一つ、もし相手に悪意があったら、私はそのまま良くて何らかの実験台にされてしまうかもしれない。最悪の場合は餌。が、これについてはこう考えた。悪意があるなら、そんなお膳立てはしない。わざわざ雨の音を聞かせるようなことはしないと。 私を殺したければさっさと殺していただろうとも一方でこうも考えたひょっとしたら人生の最後の最後で少しは人間のために役立つことができるかもしれないと目的が日が経つにつれて私の心がやがて やわらいでいくのを感じた。恐怖心が少しずつ消えていった。反対にその日が来るのを楽しみにするようになった。遠い昔、学生時代、オーストラリアへ旅立った時のような気分。未知なる世界に飛び込んでいくような、あの、どこかハラハラとした気分。少しずつだが、 準備が整い始めた。私、トイレはあるだろうかワイフ、あるわよ。私、水や食べ物はワイフ、あるわよ。私、相手も警戒するだろう,するだろうねワイフ、どうしてだって、僕の体はウイルスだらけだよ。そんなウイルスを 相手の星でばらまいたら、それこそ大変なことになるよ。ワイフ。そうね。それも心配ね。あなたはその星で隔離されることになるかもね。と。同じ会話が互いの間で何回も何回も繰り返し続いた。普段は同じ話をしない。同じ話をすると、私が止める。ワイフが止める。が、 同じ会話が続いた。何回も何回も繰り返し繰り返し続いた。目的。でもね、目的は何だろう彼らだってお一人よ一しではないよ。何か目的があるはずだよ。ただで観光させてくれるっていうことはないでしょうね。だったら何だろう 例えばメッセージを人間に届けるとか何か目的があるはずよね。大体だよ。どうして僕を選んだのかその理由がわからない。この地球には60億人もの人間がいるんだよ。70億人かもしれない。原因はあなたが出している YouTube よ。相手もあれを見ているのだろうか 当然、見ているわよ。と。YouTube の号数は2100号を超えた。チャンネル登録者数も2万6000人を超えた。毎日1万5000件のアクセス数がある。その動画をエイリアンも見てるが、理由は何であるにせよ。そこにあるのは現実、事実、本気。 三層へは、その前夜の午後七時頃着いた。着いて、いつものルーティン、つまり習慣を繰り返した。暖房器具にスイッチを入れた。で、その時、私は、慎重したメガネを忘れてきたのに気がついた。メガネを忘れてきた、と言うと、火星行っても、はっきり見えないのでは困るわね、と、ワイフ。私はすっかり、 火星へ行く気になっていた。根拠はない。自分で勝手にそう思っていただけ。そんな会話がお互いに続いた。それに睡眠薬も忘れたと。私は子供の頃、遠足へでも行くような気分になっていた。ワクワクしているような気分。落ち着かない気分。カメラやビデオカメラを出したり入れたり。 コードを出したり入れたり。睡眠やかないととても眠られそうになかった。目覚ましは午前3時30分にセットした。第1回目のコンタクトが午前4時15分前後だった。それで午前3時30分にした。午前3時30分。幸い、 午後9時頃、床につき、そのまま眠ることができた。で、目を覚ましたのが午前3時30分。寒い朝だった。15分ほど布団の中でゴロゴロした後、起き上がった。一度、カバンを点検した後、服を着て、首からカメラとビデオカメラをぶら下げた。カバンは身の回りに置いた。 私とワイフは今へ行きこたつに入った。時刻が来るのを待った。じりじりと時が過ぎた。が、その4時15分になっても何も起きなかった。4時30分になっても何も起きなかった。時計を見ながら私はこういった 7時まで待って、何も起きなかったら家に帰ろうと。頭痛。軽い頭痛を訴えると、ワイフが葛根糖をお湯に溶かして持ってきてくれた。それを飲むと、急に眠気が私を襲ってきた。私とワイフは体を並べてこたつの中で横になった。そのまま眠ってしまった。 何かの夢を見ていたようだ。もやもやとした夢だった。が、ワイフの突然の大声で目が覚めた。大きな声だった。その声で目が覚めた。ガーンと頭の中で響いた。直前まで何かの 夢を見ていたようだったが、それは覚えていない。ワイフが、私の頭の中で、こう大声で、こう叫んだ今。今行くよーっと。今行くよーっと。今行くよーっと。確かにワイフの声だった。 はっきりとした声だった。その声は脳の内側から聞こえてきた。夢の中で聞こえる声とは違った。今行くよーっと 1> 第一回目と第二回目の雨の音は頭の外から聞こえてきた。第一回目は 一時間半ほど。第二回目は一時間ほど雨の音。頭の外から聞こえてきた。が、ワイフのその時の声は私の頭の中から聞こえてきた。 第3回目のコンタクト緊張状態話は前後する11月28日に向け極度の緊張状態にあった自分がどういう状態であるかもよくわからなかったわからないまま同じ会話と同じ行為を繰り返したがそれでも落ち着かなかった 充電バッテリーとカメラをつなぐコード、それに SD カードの点検、カメラを床に並べたり、カバンの中にしまったり、などなど、それを繰り返した。ワイフとは、今性の別れになるかもしれない。そんな不安もあった。二度と会えなくなるかもしれないよ、と私。ちゃんと帰ってきてよ、とワイフ。お前も一緒に行くか 私は行かない。長くなりそうだったら向こうから連絡するよ。どうやってわからないと。がその時はそんな会話も途絶えていた。今日はもう来ないと。こたつの中にさらに深く体を潜り込ませた。今行くよ。私はその言葉で目を覚まし、 すかさず横に、横で眠っていたワ,ワイフにこう言った。ワイフもこたつの中で横になっていた。今、今行くよ、と、お前行ったかと、行ってない、と、間髪を入れず、ワイフはそう答えた。私はその返事を聞き終わるのを待たず、こたつから飛び上がった。身支度は整えてあった。カメラと ビデオカメラも首に吊り下げてあった。私はそのまま廊下を走り、北側の玄関から裏庭に飛び出した。V 字型 UFO。裏庭へ立った。空を見上げたまま裏庭をうろうろと動き回った。厚い雲だった。低く垂れ込めていた。 ほんのりと灰色に色を染めていた。二三十歩は歩いただろうか。あるいは十歩だったかもしれない。そして山荘の東、家の角に出た時のこと。ふと体を回し、裏の土手の方を見た。顔は空に向けたまま。その時のこと。やや右上方に それが浮かんでいた。ホバーリングしているというよりは、ゆっくりと北の方角に動いていた。V 字型の物体。途端、体が固まった。息が止まった。その物体は真上から土手の方へ直線的にゆっくりと動いていた。が、見た瞬間、私は それをカラスと思った。頭のないカラスと。が、それには頭らしきものはなかった。なかったからそう思った。私はそこに現実を見ながらも、これはカラスだこれはカラスだと何度も自分に言い聞かせた。そんなはずはないこれは頭のないカラスだと。 やがてそれはスーッと土手の上の方に移動し始めた。前にのめり込むように V 字型の頂点をやや下に向けた。進行方向はそのままだった。正確には機種を下に向けた。その状態で前に進んだ。手前には枯れ木があった。その枯れ木と重なった。 そしてそのまま沈むかのように木の向こうに消えた。周りの木々はまだ眠っていた。木々は深い夜の色を残していた。時は2016年11月28日、晩秋、この葉の8割から9割は下に落ちていた。その向こうへとそれは 沈むように消えた。私は見てはいけないものでも見たかのように、そそくさか、そそくさとそそく、そこから目を離した。同時にこう言った。あれはカラスだ。頭のないカラスだと。時刻は後で計算してみたところ、午前5時45分から6時少し前までの間。 真っ暗ではなかったが、空は厚い雲に覆われ、かすかに灰色を帯びていた。繰り返す、夜に近い朝だった。ただの UFO。おかしなことに、私はそれを見送った後、こう思った。なんだ、ただの UFO じゃないか、と。今時 UFO なんて、 珍しくも何ともないとも。同時にこう思った。なんだ、UFO なんて日常茶飯事にいつも飛んでいるじゃないかと。で、それを見送った後、私はゆっくりと家の中に戻った。がっかりした気持ちの方が強かった。例えて言うなら、 ごちそうを期待してその家に行ってみたら何もなかった。そんな感じ、宝くじが外れたような気分に近かったかもしれない。火星旅行の夢はパチンと弾けて消えた。その時までに私の恐怖感は全く消えていた。遠足でも行くようなワクワク感だけが残り火のようにそこにあった。 不完全燃焼、がっかり、そんな思いが気分を塞いだ。敗北感。今に戻ると、ワイフはまだこたつの中で横になっていた。私、ただの UFO だった。ワイフ、UFO 見たのそう、と。私は自分が情けなかった。 ワイフにそう告げたとき、心のどこかで敗北感を味わった。期待が大きかっただけに、その分だけ落胆も大きかった。ただね、すごく綺麗だった。と私。V 字型 UFO。その V 字型の UFO は、ホバリングしているような状態で空を 滑るようにして飛んでいった。速いといえば速い。遅いといえば遅い。音は聞こえなかった。速いといっても、しかし目で十分追いかけられる速さ。遅いといっても、静止している風でもなかった。高度はよくわからなかったが、地上から50メートルから100メートルほどの高さではなかったか。 大きさは高さから計算すると幅が10メートルから30メートル。10メートル以下ということはない。30メートル以上ということもない。ほんの少しだけ薄明るくなった厚い灰色の雲を背景に漆黒の物体だった。すべての光をそのまま吸い込んでしまう,しまうかのような黒。周りの 反射光を拒絶するかのような黒。漆黒の物体。輪郭が灰色の空を背景に鮮やかすぎるほど鮮やかにはっきりと見て取れた。それが前方へ土手に生える木々の間の向こう側に沈むように消えていった。美しい黒。 輪郭がクリアだった。美し,美しかったと私。どんなだった絵を描いてとワイフ。私は目を閉じ、その物体を頭の中で思い浮かべた。しっかりと脳裏に焼き付いていた。形が鮮明に浮かんできた。黒といっても普通の風景写真に別の黒い ビニールテープか何かを貼り付けたような黒。それでいて違和感のない黒。私は定規を持ってきて、その定規で物体を描いた。側線が真直線だった。やや開いた V 字型をしていた。右の端は丸かったが、左の端は少し複雑な形をしていたと思う。 それを絵に描いた。その時初めて私はその物体に光る縁取りがあったことに気がついた。細くて明るい縁取り。それがコバルトブルーに輝いていた。がおかしなことにその頃になって初めて徐々に私の心の中で興奮が噴き出してきた。あれはカラスなんかではない。 黒。その UFO の黒さについて確認しておきたい。それは黒というレベルを超えた黒。黒という色があるなら黒も色の一つ。しかしその UFO は色でいう黒ではない。背景はぼんやりと薄暗かった厚い雲。それは淡い灰色。その 淡い灰色の雲を背景にくっきりと浮かび上がる黒だった。つまり灰色の空との明度差がその UFO をくっきりと浮かび上がらせていた。どう表現したらいいのか。空を切り抜いたような黒。美しい風景写真に穴が開いたような黒。表現のしようがない。言うなればこの世のものとは 思われない黒。あの UFO を見たら皆こう思うだろう。この地球上にあんな黒いものはないと。真っ暗な夜空ですらあの黒い UFO の前では真昼のように明るく見えるだろう。そんな黒だった。輪郭が際立っていた。はっきりしていた。あるいは細い。 極めて細い明るいコバルトブルーの光が物体の縁取りをしていたせいかもしれない。どの角度になっても輪郭はそのままだった。そんな黒だった。そんなクラフトだった。大きさ。大きさについてはよくわからない。それが飛んでいた高度すらわからないが、 その物体は裏手の林の向こうに沈むように姿を消した。つまり、林を回り込むようにして、林の後ろに姿を消した。さらに、その向こうには谷があり、さらにその向こうには山がある。それほど高くはない。そのことを考え合わせると、大きさはやはり幅が10メートル前後ではなかったか。 反対に30メートルだったと聞いても私は驚かない。それを見た瞬間はカラスが羽を広げて飛んでいると思いながらもその5、6倍はある、あったと思った。少なくともカラスではない。トビや鷹でもない。大きさはそれが飛んでいた高度で決まる。仮に100メートルほどの高度だとするなら もっと大きかったかもしれない。計算上では幅が30メートルから40メートルということになる。50メートルほどの高度だったとするなら幅が6メートルから10メートル前後ということになる。それ以下の高度だと裏手の林すれすれの高度だったということになる。そういうことから幅10メートル前後だったということになる。 とにかく正確な大きさはわからない。腕をまっすぐ頭上へ伸ばした状態で手のひらの2倍程度の大きさだった。私の真上。頭の上を飛んだと言っても、この広い空という空間では私の山荘は針のように小さな点でしかない。周りは木々と 家に囲まれている。四角屋は、四角、視野角は20度もないだろう。そこに立っている私の頭上、頭上を、それはほぼ真直線に横切っていった。その UFO は明らかに私を意識し、私をめがけて飛んできた。彼に東西どちらかに100メートルもずれていたら、私はその UFO を 見ることはできなかっただろう。50メートルでも難しい。繰り返す。北側と東,東側は土手に、東側は土手になっていた。西側は高い杉の木。それに私の家。南側にも背の高い木が覆い茂っている。しか,しかも、11月28日をあらかじめ予定し、まだ 夜も明けやらぬその時刻に私を外に呼び出した。今行くよと。まだ真夜中と見えるそんな時刻に私がそのあたりを歩くということは滅多にない。言わんや寒い冬の朝。が、エイリアンはもうエイリアンの仕業だと断言して良いが、そのエイリアンが 私を呼び出した。今行くよと。UFO。その興奮は浜松市内の家に帰るとさらに大きくなった。いつものように動画作りを始めたが、やがてすぐその感動は爆発しそうなほどまでに膨らんできた。V 字型 UFO は 世界中で目撃されている。が、どれも輪郭がはっきりしない。何かのステルス技術を使っているせいかもしれない。が、それに反して、私が見た UFO は、際立ってクリアだった。美しかった。つまり、そういう形で、わざと目立ちやすくし、その形を私に見せてくれたのかもしれない。 私はそう判断した。私は書斎のある2階の部屋から1階の台所に降りて行った。ワイフがそこにいた。私は興奮状態だった。大声でこう言った。やっぱりおかしいよと。おかしいよ。なあ、やっぱりどう考えてもおかしいよ。おかしいよ。 いいか ?9 月26日、10月28日と続いたから、僕は次は11月28日だと判断した。だから、11月28日、いらっしゃい、と。そのように紙に書いて、風呂の窓に貼り付けた。僕がそう書いて貼り付けたんだよ。で、僕はその朝、お前の声で、今行くよ という声を聞いた。そして、外へ出てみると、あの、U、V 字型 UFO を見た。すべてが予定されていた。計画されていた。僕はその予定に従って UFO を見た。いいか僕が偶然 UFO を見たんじゃないんだよ。偶然ではありえない。彼らの方が 僕を狙って訪れてきたんだよ。わかるかい向こうの方が僕に会いに来たんだよ。わかるかい神々の方が僕のところへやってきたんだよ。いいか ?9 月26日、10月28日、11月28日と続いた。次は12月28日だ、と。ワイフは しばらく考え込んだ風だった。ぽつりとこう言った。12月28日には何かあるわね、と。誕生日。これはたまたま偶然だったかもしれない。が、2回目は10月28日、私の誕生日。もし偶然でないとしたら、エイリアンは私の誕生日を 知っていたことになる。知っていてあの雨の音を聞かせたことになる。が、そんなことはあり得るだろうか。あの雨の音にしても納得がいかない。その日の朝も私がドア,ドアを開けた瞬間、雨の音は消えた。消えて私は鈍天だったが、その間に青い空を見た。 ということは、どこかで私を監視していた。少なくとも、10秒単位で私を監視していた。が、いくら何でもそこまでやるだろうか、パーフェクトにやるだろうか、つまり、精密、計算続第3回目の11月28日にしてもそうだ、繰り返す、 問題は UFO を見た時刻と場所もしほんの10秒も時間がずれていたらもし位置が100メートル東西にずれていたら私はあの UFO を見なかった寒い冬の朝そんな朝に外に出るなどということは私の場合 滅多にない。出たとしても空を見上げることはほとんどない。カラス。話は前後する。11月28日、UFO を見たその朝のこと。時刻は午前8時頃。そのまま私とワイフは後片付けをし、浜松市内の自宅に戻った。 途中、道端の木々の間をカラスの一群が飛び交っていた。長い尾羽がやけに目立った。それを見て私は、やっぱりあれはカラスじゃないよと思った。カラスなら頭もあり、尾羽もある。カラスの尾羽は目立って長い。羽の部分も一直線になっていない。大体、 あの時刻にカラスが空を飛ぶわけがない。時刻ははっきりと覚えてないが、逆算すると午前5時45分から6時少し前、5時55分前後、厚い雲に覆われたド天だった。空は暗い灰色だったが、地上はまだ夜だった。真っ暗に近い夜。で、 私は再びこう思った。やっぱりあれはカラスではない。カラスなら簡単に見分けがつくと。私はカラスが飛び回るのを見ながら何度も自分に言い聞かせた。あれはカラスではなかったと。堂々巡り。なあ、エイランの目的は何だろう 何かあるはずよね。例えば、あなたが今していることを励ますとか。励ますだったらそんな手の込んだことをしなくてもいい。UFO か何かを見せてくれればそれでいい。それで済む。あなたが邪魔者になったからだったらさっさと殺せばいい。そうね、と。今まで調べた範囲でも、 エイリアンは決してお人よしではない。意味のないことはしない。目的のないことはもしない。人間にへつらったり、媚びを売るようなことはさらにない。サービス精神ゼロ。そんなエイリアンが何のためどうして頭の中で同じ質問が何度も繰り返された。堂々、 めぐりした音、こんなことも考えた。雨の音も、今行くよという言葉も、ワイフには聞こえなかった。雨の音は外から、今行くよは頭の中から。しかも、ワイフの声。それを説明しながら、私は別の心で、 すごいテクノロジーだと思った。言うなれば、それはテレパシーということになるが、それを巧みに使い分けている。私、お前の声だったということは、お前の声を知っていたということになる。ワイフ、どこかで録音でもしておいたのかしらかむね。それにね、あの場合、 言うとしたら、今行くよではなく、今近くにいるよだと思う。その声を聞いて、1、2分前後で僕はあの V 字型の UFO を見ている。2分もかかっていなかったかもしれない。11月29日、昼からメガネ屋へ行き、絵を調整してもらった。 何か作業をしているとすぐずれ落ちてきたその足で JR の駅に行き長野県の小淵沢までの切符を購入した12月3日の講演会のためであるギリギリ指定席が取れた秋の行楽日で空席はほとんどなかった Wife あなたやっぱりいつか火星へ 連れて行ってもらえる、もらえるかもしれないわね。私、そうだといいけど、UFO だけ見せて、はい、さよならじゃ嫌だな。怖くないの全然。遠足の前の日、前の日のように、ウキウキしてる。オーストラリア、留学する前の日みたいだ。私なら、怖くていけないわ。全然。技術。 エイリアンたちが最も恐れるのは技術の漏洩。人間に技術が漏れるということは山の中の猿にマッチとかピストルを渡すようなもの。そんな技術を手に入れたらそれこそ太陽系はめちゃめちゃになってしまう。人間にエイリアンが持っているようなテクノロジーを渡してはいけない。人間の この私がそう言うのだから間違いない。人間は貪欲で傲慢、闘争的で自己中心的。一度渡したら最後、人間は即そのテクノロジーを武器に応用する。山の中の猿にマッチを渡し、マッチの使い方を教えたらどうなる。そんなことを猿に教えたら、それこそ大変なことになる。 人間もまた同じ。そのあたりのことはエイリアンもよく知っているはず。いわんや私を通してそのテクノロジーが人間に伝わることを最高度に警戒しているはず。言い換えると仮に私が UFO なる乗り物に乗ったとしても私はそういうテクノロジーには興味を持たない方が良い。 関心を示してもいけない。だいたいこの私にしても私自身を信用していない。小ずるくていい加減。不完全でボロボロ。たまたま今はそういう立場にいないからこうして善人ぶっていられるだけ。仮に教育の富と権力を手にしたら私はどうなるか。私は 私のままでいられるか。医療技術。だけど、医療技術だけは教えてもらいたいと私。それを教えてもらったら、小児がんなど難病を抱えている世界中の子供たちを皆治してやりたい。遠い昔、小学1年生で脳腫瘍になり、 小学3年生で亡くなった王くんのことを思い出していた。ある日、ベッドの横で手品をしてみせると王くんはこう言った。先生、その魔法で僕をここから出してよ、と。私は手品をしてみせたことを後悔した。ついでに言えば、数日だけ UFO を貸してもらいたい。 その UFO に乗って世界中を回る。今までも行きたくても行けなかったところを回る。ボリビアのモーシュホースの人造庫。南極のエイリアン基地。カルフォニア沖のマリブの海底基地。ブラジルのコラリス沖にあると思われる海底基地。ロシアのショリアのメガリス。 など観光旅行のようなものだがこれらの場所で撮った写真を YouTube で発表したい30日翌々日の30日は午前3時に目が覚めた睡眠時間は4時間布団の中であれこれ考えたその第一なんでこんな手の込んだことをするのだろうと 1> 第1回目は山荘で大雨の音。これが9月26日。第2回目は自宅で大雨の音。10月28日。第3回目は山荘で漆黒の UFO。11月28日。26、28日と続いたから30日も考えられる。で、一応その 30日、つまりその前日の11月29日も山荘に泊まることにした。その時私はこう思った。もうこれで逃げ場所はないなぁと。山荘も自宅も相手にバレてしまっている。ついでに言えば私の誕生日もバレてしまっている。が、誕生日については偶然だったかもしれない。 いくら何でもそこまではが収穫はあった。第3回目で私は彼らの正体が V 字型 UFO に乗っているエイリアンだと知った。言い換えると相手は UFO の形を通して自分の正体を私に明かした。その形は40年近くも前以前私が住んでいた アパートの近くで見た UFO と同じだった。目的、心のどこかで、このままで終わるのかもしれないという思いがふと現れては消えた。が同時に、だったらこんな手の込んだことをするはずはないという思いがそれを打ち消した。それは私の不安だったかもしれない。UFO のへの過大な期待感が、 私にそう思わさせたのかもしれない。ワイフはまたこう言った。あなたに自信をつけさせるためじゃないと。自信ねえ。そうよ。あなたがしていることは間違っていないという自信をつけさせるためよ、と。が、それならもう四十数年前近く、近く前に経験している。今更という気持ちが強い。 もっとはっきり言えば UFO を見るのは一度で一度でこりごりたくさん。私とワイフは夜中に散歩中にやはり巨大な多分 UFO を目撃している V 字型の UFO だった。地震があるとかないとかというレベルの話ではなく私は UFO の存在を疑ったことはない。 変化。もちろん変化がなかったわけではない。その前後にも YouTube の方にこんな投稿があった。こじつけ、こじつけと。私の YouTube の動画についてすべてこじつけというわけである。が、そういうコメントを読んでも気にならなくなった。というより、冷めた目で無視。そのまま削除。一方、 私は UFO を見たことがない。エイリアンは本当にいるのかという投稿もあった。で、そういう質問に対しても、私は1000%という言葉を使うようになった。1000%。1000%いますよ、と。11月30日。で、30日の朝も、私が先に起きた。起きて今にいると。 ワイフも出てきてこう言った。怖くないのと。全然楽しみだよと。が、30日は何も起こらなかった。何も変わったことはなかった。なかったごめんなさい。なかった。あるとすればすぐわかる。劇的、強烈。つまり彼らは曖昧なやり方はしない。 動画作り。私は毎日最低一本動画を制作し発表している。一日一本。そうしたノルマを自分に課している。またそうしたノルマを課さないと緊張感が薄れる。が12月に入るとその緊張感に張りがなくなってしまった。パソコンの画面に向かうのだが作りたいという意欲が消えてしまった。わかりやすく言えば どうでも良くなってしまった。今さらエイリアの証明をして何になると。証明などもう必要ない。少なくとも私には必要ない。なくなってしまった。UFO をばげてる。UFO の存在ばかげてる。どうでも良くなってしまった。つまり11月28日以来動画作りといってもその バカクサさ,さとの戦いになってしまった。こんな動画作って何になると。こんなことしていても何になると。ギリシャ彫刻もブッダもダヴィンチも皆どこかへ吹き飛んでしまった。UFO Watcher 手元には八ヶ,岳殿八ヶ岳での講演会のチラシがあった。 三人の講師のうちの一人が私。私は縄文土偶についての話をする。その土偶もどこかへ吹き飛んでしまった。ついでに言えば講演会そのものまでどこかへ吹き飛んでしまった。UFO の目撃例が別の講師によってその場で発表されるらしい。UFO という文字が大きく載っていた。 それを横目で見ながら、私は、それがどうしたのと。UFO を目撃したそれがどうしたのと。UFO を見ただの、見なかっただの。私にしてみれば、もうそんなこと、どうでもよくなってしまった。パーフェクト。それにしても、エイリアンのやる,やることには卒がない。無駄がない。 失敗がない。パーフェクト。そのせいかどうかはわからないが、エイリアンは証拠を残さない。物的な証拠は残さない。第1回目と第2回目は音。第3回目は UFO。カメラは首にぶら下げていたが、カメラを持ち上げる時間もなかった。その前に体が固まってしまった。が、カラス、 と思わなければカメラを持ち上げたかもしれない見た瞬間カラスと思ったのが良くなかったカラスじゃないと迷いがそのまま残ったそのうちにそれは木々の向こうに隠れてしまったそのあたりのことはつまり人間の心理については相手も知り尽くしているはず やることなすこと完璧。そこまでやるかと思うくらい完璧。そんな印象を持った。特に10月28日の時はそうだった。その直前まで大雨の音は聞こえていた。が、ドアを開けた途端、その雨の音は消えていた。ワイフはこう言った。証拠がないから人に話せないわね。話したら、 あなたは本当に頭がおかしくなったと思われるわ、とよくわかっている。次回、相手の目的が何であるにせよ、私はその相手に従うしかない。どうせ私には勝ち目はない。逃げ道もない。逃げ場もない。自宅の中の寝室まで追いかけてきた。選択権、判断権は、 相手側にある。私ではない。相手側にある。次回は約束されたわけではない。が多分、今までの流れからすると、次回は12月28日。そんな感じがする。漢字と言っても、確信にかなり近い。そんな感じ。ワイフ、それにしてもきめ細かい人たちね。私、うん。 それでいて、どこか人間的。きっと、真面目な人たちなのね。24時間、あなたをずっと監視しているみたい。それはない、と思う。そこまで、彼らも暇じゃないと思う、と。考察。私、もし僕に UFO を見せてくれるだけなら、あんな手の込んだことはしないよ。Wife。 私、雨の音を2回も聞かせた。そして3回目には、今行くよと言って UFO を見せた。このまま何も起こらず終わるはずがない。でも相手が約束したわけじゃないでしょない。だから本当に何があるかどうか、何があるかどうか僕にもわからない。12月28日もまた、 UFO を見せておしまいということかしらそれもないと思う。今度はビデオカメラも回しっぱなしにしておく。カメラもオンにしておく。写真を撮るのね。そう、写真をバッチリと撮る。証拠のない話をしても、こんな話は誰も信じないだろうからね。こんな会話が毎日のように断続的に続いた。 繰り返し繰り返し断続的に続いた。今行くよ。謎が残った。11月28日の朝、私は聞いた。今行くよと。がなぜ今行くよだったのか。他にもいろいろな言い方があったはず。がなぜ今行くよだったのか。 外へ出てこいでもよかったはず。あるいは今、あるいは今近くにいるよでもよかったはず。が、エイリアンはこう言った。今行くよと。が、この謎については話が先に飛ぶが、その日から約2ヶ月半も経った2017年の2月に入ってから解けた。その時私は、 三層の玄関を出て車に乗るところだった。ふと横を見ると窓にセント・ジェロームの写真とパネルが置いてあった。私が11月28日に向けて風呂場の窓に飾ったものである。前にも書いたと思うが三層の風呂場は南側に向けて位置している。そのパレルにはこう書いた。 Welcome home. 英語で書いた。そしてその時私は、やはり英語で、November the 28th, 4.30am 11月28日午前4時30分と、つまりいらっしゃい。11月28日午前4時、四時30分と、Welcome home の意味についてはいろいろに訳せる。が、その パネルを見たとき、体が止まった。午前4時30分という文字を見たとき、さらに息が止まった。そうだったのかと。午前4時30分。1回目も2回目も、あの大雨の音は午前4時半頃から始まった。 あの大雨の音である。で、私は第3回目も午前4時半と読んだ。いつだったかワイフがこう言ったのを覚えている。エイリアンって明け方が好きなのね、と。それで午前4時30分とした。で、私たちはその朝、つまり11月28日午前4時半には 身支度を整えていた。が、その時刻には彼らは来なかった。が、ほぼ一時間半も過ぎた午前6時少し前にやってきた。そして、こう言った。今行くよーと。その時私とワイフは、こたつの中で体をとほとんど布団の中にうずめて、 たうたた寝をしていた。つまり、一時間近くも待っていたことになる。だから、エイリアンはこう言ったのだ。今行くよーと。その言葉の裏に、私はエイリアンの心が見えた。待たせてごめんね、と。それでこう言ったのだ。 今行くよっと。途端そのパネルを見ながら、私の心の中に熱いものがこみ上げてくるのが分かった。エイデアンたちはどこかで私たち夫婦を見ていた。私たち夫婦が身支度を整えて待っているのを知っていた。が、私が否定した。 その時刻の午前4時30分には間に合わなかった。だからこう言ったのだ。今行くよっと。そこに私は神々の、つまりはエイリアンの限りない優しさを覚えた。私、もしだよ、お前が誰かと会うとき、待ち合わせの時刻に 間に合わなかった。とする。お前だったら、なんて連絡するワイフ。そうね。スマホで、こう言うわよ。今から、行くわよ、と。そうだろだから、エイリアンはこう言ったんだよ。今行くよ、と。最後の言葉を言い切らないうちに、再び、 熱いものが込み上げてくるのが分かった。言葉が続かなかった。